1833年の地方行政区分再編による15の歴史的地域と49の県1833年にスペインで行われた地方行政区分の再編についてまとめる。この地方行政区分再編では49の県が設置されたほか各県は15の歴史的地域にまとめられた。この際に考案された歴史的地域の多くは スペインの民主化後の1979年から1983年に相次いで成立した自治州として引き継がれている。1833年地方、行政区分裁編によって中央集権体制の基礎が築かれたとされる。短命に終わった1822年地方、行政区分裁編にわずかな修正を加えたものであり、カラタユ県、ビエルソ県、ハティバ県の3県は、 他県と合併させられた。45県は、県との名称がそのまま県の名称となったが、ナバーラ県、アラバ県、ギプスコア県、ビスカヤ県の4県のみはその歴史性が考慮されて、県と名と県名に異なる名称が付けられた。フランスの地方行政区分をモデルとしたものの、面積が均質で人為性の強いフランスの制度と比べると、スペインでは歴史性が尊重された。 歴史的地域は、今日の自治州のような第一級行政単位ではなく、何らかの権限や行政機関は存在しなかった。各県には、中央政府が任命した統治者が配置された。短命に終わった1822年地方、行政区分再編1833年11月30日恒例による、歴史的地域1789年には、啓蒙派最小のホセモニーノが、 スペイン全土を31の県に分割する地方、行政区分散変案を示した。フロリダブランカ博の案では、カタルーニャ、ガリシア、アラゴンなどが一つの県だった。その後、スペイン1812年憲法が制定されたカディス議会の時期には、スペイン全土を37県に分割する案が出された。スペイン立憲革命が起こって、 カディス憲法が復活した自由主義の3年間には、スペイン全土を52県に分割する案が出されたが、1822年地方行政区分裁編は短命に終わった。1833年11月20日恒例では、ハビエル・デブルゴス大臣による地方行政区分裁編案が批准された。ハビエル・デブルゴスは1822年の再編案に目を向けたほか、 フランスの地方行政区分を見本とし、面積、人口、地勢などを考慮した。この1833年の地方、行政区分再編の結果、スペインには49の県が誕生し、各県は15の歴史的地域にまとめられた。1833年以後には、歴史的地域を正式な機関に格上げする計画が何度かなされた。1836年には、 アルバセテ県、アリカンテ県、ムルシア県の県境が修正され、ビリエーナの自治体がアルバセテ県からアリカンテ県に、サクスの自治体がムルシア県からアリカンテ県に編入された。1841年には、ログローニョ県の範囲を1822年の範囲に戻す王令が交付されたが、この王令が実施されることはなかった。 1844年から1854年まで、ギプスコア県の県とは、サンセバスティアンではなく、トローサに置かれた。1846年には、シウダレアル県とアルバセテ県の県境が修正され、ビリアロブレドの自治体がシウダレアル県からアルバセテ県に、編入された。1851年には、レケーナトウティエルの自治体が、クエンカ県から、バレンシア県に編入された。 カナリア諸島は単独でサンタクルスでテネリフェ県を構成していたが、1927年にはラスパルマス県とサンタクルスでテネリフェ県に分割され、これによって現在の50県が確立された。1975年以後に設置された自治州1980年にはログローニョ県の名称がラリオ派県に変更された。1982年には カンタブリア州の成立に伴って、サンタンデール県の名称がカンタブリア県に変更された。1983年には、オビエド県の名称がアストリアス県に変更された。1992年には、ヘローナ県とレリダ県の正式名称が変更された。ヘローナ県はスペイン5名、ゲロナから、カタルーニャ5名、ギロナとなり、レリダ県はスペイン5名、レリードから、 カタルーニャ5名、イエダとなった。これに伴って、ヘローナ県、ジローナ県の2文字表記は GE から GI に変更されている。1995年には、ガトバの自治体がカステリオン県からバレンシア県に編入された。1997年には、パルマデマヨルカ県の名称がバレアレス諸島県に変更され、2文字表記も PM から IB に変更されている。 1998年には、ラコルーニャ県とオーレンセ県の正式名称が変更された。ラコルーニャ県はスペイン5名、ラコルニアから、ガリシア5名、エーコルニアとなり、オーレンセ県はスペイン5名、オレンセから、ガリシア5名、オーレンセとなった。これに伴って、オーレンセ県、オーレンセ県の二文字表記は OR から U に変更されている。2000年代初頭には、 ギプスコア県議会によってギプスコア県の正式名称がスペイン語のガイパースコからバスク語のギプスコに変更され2011年にはスペイン国会でも承認された2011年のスペイン国会ではアラバ県とビスカヤ県の正式名称も変更されたアラバ県はスペイン語単独のアラバからスペイン語とバスク語の双方を公式名とするアラバ、アラバに ビスカヤ県の正式名称はスペイン語のビスカヤからバスク語のビスコ用に変更されている。ありがとうございます。